Hello, this is Hiroshayashi, 浜正里 j a p a n f o r o h of a fake UFOs over USA. インチキの証明、アメリカの UFO、uh,。T さんという方からですね、大変興味深い、あのー、動画を送っていただきました。で、これは Fake、インチキです、まあ。どこでインチキと見分けるか、皆さんご自身で一度見てください。注意深く見てください。この動画は Oh my god, is that your phone stuff? Wait, wait, wait. Weird. I can't even get it on my fucking camera. Is that your phone stuff? Oh my god, I can see a little bit. Oh my god, what the hell is that? Oh my god! Oh my god! I don't wanna get that shit. Oh shit! You think corny. Oh my god. What's that Chinese ladder? Oh my god, that's scary. Oh my god, I'm gonna move back. I'm gonna get behind you guys. Hold on, hold on. I can't really see What's that, is that it? Wait, hold on. Oh there's lots some of them are all in there. the corner. Oh my god, okay, I see something some oh, Oh my god, I never seen something like that before. You see the on The spaceship. Really oh my god, look at this shit on the camera. Oh my I saw it. Oh, oh, you're bad. You're so bad. Oh sure. my, What's god. Your name oh my god. god. What's your name? Oh what What's that you see that UFO? Oh my god, that's sick. Yeah. I it. So yeah. Oh my god. I want to get close. I want to get close. Right there. Oh shit, let me get right here.

インチキだと私が思ったかですね皆さんは分かりましたかもう一度あの説明しながら説明しながら一緒に見てみたいと思います。まあ、母船型の UFO がですね小型の UFO を吐き出しているところですね。1番目、2番目、2つ目が降りてきましたね。でこれ続いて 3つ目が降りてきますね。インチキまで14です。3つ目が降りてきましたね。4つ目が降りてきます。そして5つ目が降りてきます。そして順に消えていきますね、今度は。 1>, 1番目、2番目、3番目が消えるときに注意してください。1番目が移動していきます。2番目を移動していきます。3番目が移動していきます,きますね。ここです。今2番目が移動していくときもそのボロが出ましたが、ここです。分かりましたか分かりましたかじゃあ今度は5倍速で見てみます。 えー、2, 番2番目が消えるときもあの右の方で画面からはみ出してるの分かりますか今2番目が消えますよね。あちょっとあのあこれ 3, 番目あ3番目消えますよ。見ててくださいよ。画面からはみ出してますの分かりますか画面がここで切れてますね。ビデオカメラならこんなことはありえないことなんです。消えますよ。画面からはみ出してますね。はみ出しましたね。ここなんです。分かりますかビデオカメラの方がいわゆる追いつかないわけです。なわち何かを いわゆる別の動画をあのカメラで映して撮ったということです。もう一回見てくださいね。で、もう一度、ここで消えます。今度は静止画で見てみます。いいですかあの、一番左の端の画面が、えー、切れてますね、ここで。そしてその影の中に UFO が消えていくということです。皆さんのカメラでこんなことができますかできないでしょここにトリックがあるわけです、まあ。いわゆるその、いわゆるボロが出たわけですね。 えじゃあどうやってこのトリックを作るかですけど、これ古典的な方法で、ブラジル系の2000インチキビデオがこの方を使ってますね。まずあの CG であの UFO の動画をきちんと撮る作ることは、これはまあ、上等手段です。で、それ,それをですねあ、プロジェクターのようなものでどっかに映すわけです。そして別のカメラでそれをわざとブラしたり、あのあるいはあのピンボケにさせたりして、別のカメラで撮って、あたかも、あのなんて言いますか、あの、 UFO を撮影しているかのように見せかけるわけです。この手法で作った動画だということですね。で、もう一度見ていただきますが、今度はあの右の方でもやっぱり同じことがありますので見てくださいよ。いいですかまず母船がありまして、それから降りてきますね。で、まあよくできてるんですね、これが。私も最初に見たとき、おっと思ったんですけどもね。大体この、この種のもし UFO であればですね、 もう大体おかしいと思うのはカメラが待ってるわけですよね。あのー、はい、こういうポーズになるのおかしいと思いませんか大体こういうことは未来、未来的に起きることが分かり、分かってた状態で、まあカメラの方が先にアングルを決めてるってことなんです。まああのー、はい、待ってましたってばかりに撮ったわけですね。まあいいですけども、これでそういうこともあり得るだろうってこと、この一番右の今度はあのー、 向かって右側の UFO に注意してください。UFO というか、デタラメの光にね。いいですかあのー、同じことが、やっぱさ,さっきは3番目って言いましたけども、2番目でもいい,からい,いですかよく見てくださいよ。一番右の方です。えー、右の方を見て、向かって右側が移動してきます。その時に同じように画面の外へはみ出ます。ここで見てくださいよ。いいですかはみ,すはみ出ますよ。はみ出ますよ。はみ出ますよ。ほら、はみ出たでしょ。こういうことになる。今度この3番目も同じように今度はみ,はみ出しますよ。見ててくださいよ。 画面から外へはみ出しますね。はい、はみ出しました。こういう風にして、まあ、インチキがバレるわけです。まあ、バレたわけですね。t さん、あの、大変申し訳ないんですけどね、あの、あの、この前もなんかそんなビデオ作っちゃいまして、えー、t さんがっかりなさっ,なさったと思いますけども、まあ、先日、あの、東京でね、お会いできなかったのはとても残念に思います。あの、また今度ね、機械作ったら一緒にお会いしましょう。ということで、これは大変楽しいビデオでした。 これもね、あの、実によくて、大体あの、反射光がないのおかしいですよね。まあ、どの大きさが近くか、それ距離わかりませんけども。はい、パッと消える。これもあの、上等手段ですね。ピカ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 って消えるっていうのは、まあ、あの、インチキ UFO のあー上等手段です。Thank you very much.T さんどうもありがとうございました。バイ。ということで終わろうと思ったのです。そしてこの一度、この前の部分まで YouTube にアップしました。 がところがですね、いわゆるそのもう一度この見てみますと、これ、画面が切れているのではなくて、何かビルのようなものがあるわけですね。そこに気がつけました。で、旗とこれはあの私の間違いであるということで、えー、先のビデオを一度削除しました。そしてもう一度この検証している過程で、右の上にこんなものが映っているのが分かりました。なんでしょう、これ。 ということで拡大してみましたら、ハタとまた気がついたんですね。これはチャールズ・ホール氏が、まあ、エリア51で働いていたチャールズ・ホール氏が証言した UFO、いわゆるスカウトシップなんですね。で、これに似ているが、それだけではなかったのです。実はですね、これと同じものを以前私は見たことがあります。いわゆるビデオの中でね、VTR の中で見たことがあります。で、それを探してみましたら、ありま、あったんですね。 で、もう一度、ここの部分を見ていただきたいんですけども、これはあの先ほど紹介した UFO とは別の UFO なんです。で、ここにこんな変なものが映り込んでいるわけですね。で、追っかけてみますと、これが消えたり、現れたりしています。で、これをもう一度大きくしてですね、で、精査というかし、か検証してみました。この UFO がですね、実は、えー、アメリカのフォートバースを攻撃した時に空に現れた UFO と、 よく似てるんですね、まあ、同じとは言えませんけれども、よく似ています、それをまず皆さんに、まあ、そのビデオをご覧いただきます、まあ、フォートワースがこのような形で攻撃されているわけですけれども。 その上空に、ねまあ、UFO らしきものが映っているということは分かったわけです。で私がこれをあの拡大して分析したんですよね。まあ、私以外にそれをした人はいませんので、まあ、ここに何か映っているということはあの別のアメリカ人の,あのブログにも書いてありました。しかし、それがまあ何であるか分からない分からないということはまあこれ以上の、それ以上の分析はしてありませんでしたか、ね。確かににのこののフォートワースの上空には UFO らしきものが現れたり消えたりはしているわけですでこれを私が拡大してみましたでその、まあ、フォトバースのこの、まあ、UFO によるアタック攻撃事件につきましては別のビデオで詳しくあの検証というか説明しましたのでここではせあの省略させていただきますけどもここでですねあの現れた UFO、まあ、ちょっとあの見ていただき 見てまあ、これ下の,方はあのこれは CG じゃありませんね、あの爆発と同時にあちこちであの反射光が光ってますから、いわゆるそれまで見えなかった暗闇の中のビルなんかが光ったりしてます、それから変圧器ですけど、変圧器がこんなにあのバラバラにあちこちであの爆発するわけないですね、変圧器の故障だとううアメリカ政府は発表していますけれども、というようなことを考え合わせて、このビルを見ていただきたいと思うんですね。まあ、それと同時に まあ今回はですね、そのまあ、はっきり言いますと TubeStar さんが送ってくださったビデオはじめは私はこれはフェイク偽物だというふうふに結論付けたわけですけども。 その影をもう一度見たときに、おっと思って、そして先ほどの小さな UFO らしきものを発見したわけですで。これはいたずらでできるのか、あるいは意図して作ったものなのか、あらかじめそれをそのここに描き込んだものなのかということになりますと、それはありえないんですよね。なぜありえないかと言いますと、ここに今、ちょっと小さいが映りましたね。これはこの程度しか分かってなかったんですよ。でこれを大きく拡大したのは、実は私なんですね。 で、それをこれから皆さんにお見せしますけども、これが、あの、今、フォートバースの上空に浮かんでいる UFO なんです、ね、これかなり鮮明な、鮮明なビデオでして、でそれを拡大しますと、こういうのは映ってるわけです。映ってたんですね。これ映り込んでたわけです。で、これを拡大して、 で、さらにそれが、チャールズ・ホール氏が、エリア51で働いていた、チャールズ・ホール氏が証言したスカウトシップに似ていると発表したのは、この私以外にはいないんですよね。ということは、先のその冒頭であの紹介しましたビデオを作った人がですね、このことを知ってなくちゃいけないわけです。 私がこれを分析したということを知ってなくちゃいけないんですねで、比べてみてください左がフォート,トバースこれみんな Tube ストアさんが今回送ってくださったビデオの中に映り込んできた UFO らしいものそして下にがですね、森本さぞしさんが以前送ってくださいましたクレアマント上空のいわゆるこれは Google e a r の中に映り込んでいた UFO なんですよねで、これがあのいわゆるチャールズ・ホルシが言うエリア51で働いたいチャールズ・ホルシが言う UFO と似ているということでそういうことを考え合わせながらもう一度このビデオを見て 果たしてこれはフェイクか偽物かですね本物かですけども、まあ、私は非常によく出た、できたまあなってますか偽物だというふうに最初は結論付けたんですけども、いわゆるまた小型の UFO そのまま右下に出てますねほらわかりますか今の一番目の UFO のやや右下に出てますねあれまた K マスつけるんですよ。ということを考えさせますと、これは。 こ,れをこの画像は偽物動画は偽物なのか本物なのか分かんなくなってきましたね、これ。あまりにも困難になってできすか出来ぎたと言いますかカメラが、ね、初めからあら,あらかじめ5個あられるのを待っていて、まあ、アングルを構えたというふうにも見えなくもないんですよね。ということで、これは私、クエスチョンマークをつけさせていただきますが。 ま,あまた心の中で綱引きが始まるんですよね。本物か本物でないか、イエスかイエスでない,イエスでないか、ノーかノーでないかという4つの方向からの,あの綱引きが始まります。ここで3番目が切るとき、あれ2番目右の方で切るときに途中で切れましたね。ああれもあの 何て言いますか、明るくしてみますと、画面が切ってあるんじゃなくて、ビルら式ものがあるんですよね、で決めましたの今もあ、あれでまあ私、偽物だというふうに判断したわけですけども、実はそうではなくて、ビルだとか、物の影に隠れたというふうに見るのが正しいんじゃないかというふうに、私の考え方、最初の考え方を訂正いたします。その影をあのもう一度、皆さん、明るいパソコンで見て、あのあのバックライトの明るいので見てくださるとよく分かると思います。 で、ピカピカと光って消える。まあ、これはあの、s <S なんて言いますか。S <S はい。なんとも言えないですね。あの、フェイクのものがこれを真似たのかどうなのかわかりません。ま、ま、ま,ますますわかんなくなりました。で、結論はですね。はい。結論は、チューブスターさん。わかりませんでした、これ。ということになるんですね。最初はあの、このようなの意識だっていうふうに片付けてしまったんですけども、この、いわゆる右の上の UFO が映り込んでたことが分かって、考え方が変わりました。 ということで、もう一度、まあ、まあ、皆さんに見ていただいたわけですけども、皆さんはこれが何だと思いますか、えー、ペンディングにしておきます。また同じようなものが出てきましたら、その時にこの、お互いにね、互いにこう、称号して、えー、本物か偽物かということがわかるわけですけこれでだい大体似たものがですね、まあ、クレアモントも含めて3つ揃ったということで、続くビデオどうかお楽しみください。Thank you and bye. Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a t s u i Japan. This is a story again about、uh, pearl shaped euphorus over Claremont, USA. In Japanese, 今日の午後、11月21日ですけども、浜松市内に住む、えー、AM さんという方ですね、女性なんですけども、その方が私の事務所へわざわざ2冊の本を 持ってきてくださいました、えー、私が調べているクレアモントのあ UFO についてですね同じものがこの本に出ているというんですね驚きましたで一冊はムーという、まあ、学研から出,して出ている本ですでそれに同じものが写っていましたでただここの本に出ているあ座標はあのー。 正確ではないと思います。あとで正確な座標を示しておきます。で、これは実際の私が Google Earth から同じ場所で拾った写真です。載っていましたね。で、場所がベルナルディーノとなってますね。えー、クレアモントですよね。あのね、あの、ええええ欧米の地名の付け方っていうのは日本とは違いますのであの、注意してくださいね。で、これはあの、パールシェイプって言ってるんですね。 で、プラズマ UFO の可能性もあると。ということなんですね。で、まあ、直径が50メートルほど。私が測定したのと同じくらいですね。妙な、奇妙な物体が映っていると。そういうことなんですね。さまざまな意見が飛び交っていると。ちょっとあの、記事がダブったかもしれませんが、許してください。 で、まあ、今後の動向に要注意もらうということで、あこちらの本は終わっています。で、もう一度見てみますと、これが、あの、本の本に出て,いた出ていた写真です。で、同じ場所で同じように、私が Google Earth から拾った写真がこちらなんですね。2003年12月31日で見てください。 この辺りをもう頻繁に写真、あのー、グーグ g l の写真入れ替わってますから注意してください。で、同じように同じ場所で拾っていました。緯度経度はこの年ので、えー、ここに拾っておきました。2003年ですね。12月31 1月1日収録と書いてありました。で、もう一つはこの本なんですね。二柱っというところから出ている本です。で、ここにこんな記事があったんですね。パール型 UFO と。パール型 UFO って書いてありますね。なるほどの。真珠の玉みたいに見えるからね。 ところがね、あの私、この UFO がですねあの、まるで生きてる生き物のようにね、あの他の、なんていますか、すか、別の UFO を攻撃しているあの YouTube え映像も見たことあるんですね。で、今探してみたんですけども、ちょっと見当たりませんでした。で、まあ、記事はこのように出てるんですけども、アラバマ、あ今度はアラバマ州なんですね。で、 あじゃあの先先のあの,の,あのこれから見せするのはあのフロリダです。これからあのお見せするのはフロリダのあの上空に現れた UFO です。で何かということですね大。大きいのか小さいのかもよくわからないんですけどね。 あのまあ、グーグラアースで測定しますと、まあ、50メートルですけどもぐんと、ね、高い上空に上がっていればもっと小さいと思いますけども、まあ、これがあのフロリダ州のコンゴニア・パークというところだそうですねでこれはメキシコのガダ,ガダラハラというところであの見つかったというか写真が撮られたんですけどこのようにこの球体がまあ集団でこうなんて言いますかあの飛んでいるということが世界各地で目撃されております。 これなんかもう本当にすごいですね、これはあの。もう一度見てくださいね。で、これと同じものが、同じものというか、あの別の,あの Google、これは Google ですねあの、フリーフォトグラフの方で収録されています。これはブレイキングニュースに収録されましたあの、ロサンゼルス上空を飛ぶ UFO だそうです。まあ,あの、信憑性の方はというか、わかりませんが、 あの皆さんご自身で判断しなければいいと思いますがこの塔の変態の仕方はですねこれからお見せするビデオの,あのクレアモントの上空を飛ぶ UFO の変態に似てますね1機あって2機ずつこう変態を組んでるとやや斜めの角度でねでこれがまあ光ってるってことですねこ,れはこちらのこれはライトだと思いますライトを照らしてまあ光を見てるわけですねえ街灯ですねでそのやっぱり向こうの方に 大きく拡大していますとこのように見え,るというわけ見えたというわけですね。で、この高級体式タイプ、パール型の、ね、UFO というのはあの世界各地で現れていることはこれていいですね。ねでは次のビデオをご覧ください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! ということで、551を紹介します。当初、この情報はですね森本聡さんという方からいただきました。で作ったのは2013年の11月ですから、もう今から2年前になるんでしょうか。1年ちょっと前ですね。で、この時はあのこのクレアマントの上空にですね、あの奇妙なあの飛行体が浮かんでいると、えー。ということで、あの2000、これはあの、 いわゆるその、まあ、情報、こういった情報をいただいたわけですね。で、森本さんがこういうふうに座標を教えてくださったわけです。で、まあ、調べてみました。で、クレアムントっていうのはどこにあるかですけども、2003年の12月31日の、いわゆるあの、Google Earth というのは過去に戻ってね、あの、 映像を見る、画像を見ることができるんですけども、その過去の画像の中にそれが映り込んでいたというわけです。で、こうした白い、ぼんやりとしたものが映ってたんですね。で、これに対して、まあ、いろんな方からあの批判がいただきました。これ、紐がついてるでしょ、ずっと。だからこれ、アドバルンだっていうんですけども、これは嘘ですね。ひ紐が途中で切れてますから。そして、道路に、まあ、よくご覧ください。で、これ、ぼんやりしてるということはですね、 まあ高速で移動しているしか考えられないんですね。下のトラックよりも早く、みんなが同じように移動してるいる、それ以上に移動しているということになるわけです。というのはトラックがはっきり映っていますから、まあ、かなりまあアメリカのことですから、100キロ前後でみんな走るわけですからね、それ以上にあの走らないと、あのー、動かないと、このようにぼや,ぼや,あのぼやけるということはありえないわけですね。トラックの方がは,はっきり映っているわけですから。そしてもう一つ重要なことはです、ね、これがあのいわゆるそのなんて言いますか、 高度がわからないんですね。これが飛んでる高さが。いわゆるそのカメラに近いところに飛んでれば、あの、大きく映りましし、大地、地球に、近い、地表に近いところを飛んでれば小さく映るわけですよね。しかし、まあ、全体として見ると、これはあの、そんなにそれほど高いところを飛んでるわけじゃないってことになるわけです。っのまあ、私、この高,あの高原体、まあ、高級のですね、影を、この時は探したんですけども、影は見つかりませんでした。ということは、まあ、かなり高いところを飛んでることは事実でしょうね。 あこれは、あの、こうやって大地にへばりついているように見えますけども、あの、o g l e の場合はあの、空を飛んでいるものもね、あるいはその、地表にあるものも同じようにこういうふうに映るわけですね。ピタッと、あの、下に、あの、は、はりついたように映り込むわけです。ですから、これがドームのように地表の上でてっているということでもないんですよね。まあ、そういうことを考え合わせながら、一体これは何かということになったんですよね。 まあ、死んだった方はわざわざ私のビデオをこれ作ってですね、うん、林犬氏はデタラメ言ってるんだっていうようなビデオまで作って発表なさった方もいらっしゃいますけども、まあ、それはご勝手にそういうことなされば結構ですけども、まあ、要するに、まあ、あのー、これは何かということですけど、私はこれは、 まあもちろん、風船ではありませんね、これは。で、あの、その方はですね、紐がついていることを根拠にア、アドバルンだアドバルンだとっていうことをおっしゃってますけど、その紐の先がどうなっているか見られたことはあるんでしょうかそれとこれが他に、これがみんなアドバルンダーあ,あるならば、なぜこれらには、あるものとないもの、紐がついてるもの、あるものとないものがあるんでしょうかその辺の検証を全くしないでですね、林博士はデザラメってるんだということをわざわざ発表なさって、ご苦労様です。まあ、要するに、これが、もう要、要するにこれが何であるかっていうことなんですけども、皆さん何だと思いますかこれ。 ということで、まあ、その時が分からなかったんですけども、やがて、チャールズ・ホールズという方がですね、あのエリア51で働いていた方、先ほど言いましたように、その方が、まあ、スカウトシップというものがあったということを発表したわけです。でその形と一致するという、まあ、場所的にもね、まあ、距離的にもそれほど遠くないところであるということで、まあ、あの私は、まあまあ、一つの、まあそ、その後また、ああやっぱりあのクレアモントで、あのまあ、これグ、Google グスに映り込んでるんですよ、映り込んでる高級体というのは、 UFO であるというふうに判断したんですけど、今回、チューブスターさんがですね、新しく、あのー、まあ、送ってくださったあのビデオですね、あのー、中に映り込んでた UFO とこれが形が似ているということで、さらにこれはパール型の UFO である、ある、あるというか、あったということを確信しました。そして同時にですね、最初の話に戻りますけども、チューブスターさんが今回送ってくださった、その、 まあ、いわゆるビデオですね。中に、いわゆるその、いわゆる5個とプラス母船ですね。の,あの6機の UFO の他に、えー、思わぬものが逆に言いますと映り込んでいたということです。まあ、その思わぬものを検証することによって、ひょっとしたらあのビデオは本物ではなかったかということになってきたわけですね。まあ、いわゆる綱引きがイエスの方に傾いてきたということです。まあ、そういう意味で今、皆さんに、クレアモント上空に現れたこの UFO を見ていただいていますけれども、 当初私はね、これはインチキで、はっきり、まあ、インチキだっていうふうに断言して、あの、このビデオを作りました、作り始めたんですよね。それは、あの、自分でそういった証拠らしきものを掴んだんですけども、どうもその、その影の形がですね、まあ、もう一度自分で、あの、 今度はあのノートパソコンの方で見たんですね。私のノートパソコン、結構明るい、バックライトが明るいものですからあの、デスクトップの方はですね、あは紫外線が発するということで、あのできるだけ、まあ、最,最低限に光を落として、まあ、見ているわけです。ですから、あの家の影の形までは見えませんでした。しかし、直線ではないということを発見して、あのなんていますか、家の影であるいは木の影だったかもしれませんが、とにかく、あの いわゆるその私がフェイク説の,あの、いわゆる偽物説の根拠にしているその還元がですね、まあ、崩れたわけですよね。ですから、まあ,あの、改めて見直して、そしてすぐそのビデオを取り下げて、そしてこの新しくビデオを作りました。で、中保さんあの、がっかりさせてごめんなさいね、すぐあの書き込みいただいたんですけどもね、えー、バっさリと嫌いりましたねって書いてありましたけども、 まあ、こういうことはよくあるんですね。この UFO 検証というのはですね、もうイエスになったり、ノンになったりですね、右行ったり、左行ったり、ふら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 まして、ごめんなさいねって、あの、ティーサスーさん、繰り返しになりますけども、東京でお会いできなかったのは本当に残念です。今回また次回ね、そういった機会があるときにはぜひ、あの、そちらの方に、アーモルの方に私今度行くこうとになってますのでね、あの、どっかでお会いできればなというふうに思っております。まあ、要するに、こういうものなんですね、皆さん。ええ。 これが映り込んで、皆さんこの Google Earth ね、このクレアモントの今の座標、森本さんがし示してくださった座標で、この、このものを実際に見ることができますのでね、あのー、 ま、これは今の東京タワーでもね、あの、Google Earth の上ではここに下にペタッと貼り付いてしまうんだよということを説明しているわけです。というのは、先ほど言いましたように、その高級体、今の白い物体ですね、あれがその高さがわからないということなんです。いわゆるその高いところにあるものも低いところにあるものもですね、Google Earth の上ではペタッと下に貼り付いて、まあ、3D で撮った部分は別ですけどもね、こういうふうに貼り付いて見えるんだということをこうして説明しているわけです。 ですからあの、白い物体がです、ね、非常にカメラに近いところを飛んでいたのかあれそ、そうしますと今度は分けるということも分かるんですけども、そんなに大きいものじゃないと思うんですよね、これ。で,ですから、やはりこう地表に近いところを飛んでて、ぼんやりしている。そのぼんやりしている様はです、ね、先ほど見せました、冒頭に見せましたその画像と、それから次にあのフォートバースの上を上空を飛んでいる画像と比べてみてくださると、それが分かるということになるわけです。 ということで、ちょっとあの、最後の方は腹早口で喋りましたけど、ごめんなさいね。そして、まあ、ちょっとこのとおり、は間が長かったですね。それじゃあ皆さん、さよなら、goodbye, see you again next time.bye, bye bye. bye.